松潤キュンキュンキュン、松潤キュンキュンキュン、キュン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 、松潤キュンキュンキュン、松潤キュンキュンキュン、キュン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 。はい、こんにちは、松山潤です。松潤のキュンキュンチャンネル、思い出の歌をあなたにです。いつも本当におはぎをいただいて、思い出を振り返りながら私も歌わせていただくんですけど、本当にこの番組やってよかったなと思います。全く歌わなかった歌まで挑戦しなきゃなんないし、覚える時間もあるんですけど、いろんなその歌に対してのその人の、お便りをいただいた心を受け継いでまた歌ってみるとまた全然違うようになります。本当にありがとうございます。さて、今日も見てみたいと思いますけど、山梨県の南アルプス市、日立照夫さん、日立と書いて日立って読むんだって。日立照夫さんからいただきましたリクエスト曲、空港。こんにちは、松山さん。一度だけ近くにキャンペーンに来られた時にお会いしましたよ。あ、ほんと、やばい。お話がとても面白く笑っちゃいました。もちろん歌のレッスンも良かったです。本当に。私の大好きな空港を歌ってください。何も知らずにあなたは言ったわ。たまには一人の旅もいいよと。一度だけこの歌のような経験したことあり、その人のこと今も忘れられずに、カラオケで歌うと涙が出てきます。楽しみに待っていますよ、お願いします。雨の空港で気に立たずに。そうなんですか。いや、男の人で空港珍しいと思うんだけど、もちろん私も好きですけど、聞いててこれってちょっと普通の恋愛じゃないよね。分かってますよね。口で言えないけど。では空港がいつ流行したのか見てみたいと思います。1974年、昭和49年ですね。セブンイレブン第一号店が東京都江東区に出店とあります。でヒット曲で言うと、ダカーポの結婚するって本当ですか、チェリッシュの白いギターとかってありますね。まあ海援隊の母に捧げるバラード、これはまああれですけどね。本当に、いやいくつもあるわヒット曲がね。じゃあ本当にこの空港、僕はね、空港っていうとやっぱ思い入れがあるんですよ。田舎から歌手になれなかったら料理人になろうと思って出てきたので、まず最初に羽田空港の飛行機の中の食事、機内食をする作る会社に入って料理を覚えたんで、空港っていうと胸がキュッときますよ。それでは松山潤で空港を聞いてください。何も知らずにあなたは言ったわ。たまには一人の旅もいいよと。雨の空港で気に立たずに、手を振るあなた見えなくなるわ。どうぞ帰ってあの人のもとへ。
私は一人去ってゆく。いつも静かにあなたの帰りを待ってる優しい人がいるのよ。雨に煙ったジェットの窓から涙をこらえさよなら言うの。どうぞ戻ってあの人のもとへ。私は遠い街へ行く。愛は誰にも負けないけれど別れることが二人のためよ。どうぞ帰ってあの人のもとへ。私は一人去ってゆく。はい、日立さんいかがだったでしょうか、ね、日立てるおって日が立っててるおっていい名前だね。日立って最初読もうかとしたんだけど下に振りがなってあったんでありがとうございます。南アルプスもう一回行けたらいいね。いや正直言って覚えてないからごめんなさいね。そうやって書いてもらってとても嬉しい。また会う機会があるといいと思います、自分の気持ちがその空港、日立さんが経験した内容として伝わったかどうかは私は分かりませんけど精一杯歌ってみました。またお便りください。ありがとうございます。松潤松潤キュンキュンキュン松潤松潤キュン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 松潤松潤キュンキュンキュン松潤松潤キュンキュン